涼しいね。あ、久しぶり。すごい久しぶりだわ。でね、あれ。まだ持ってきちゃう。それではまず、本日の工程をですけども、簡単にご案内させていただきます。今、大蔵町の駅を10時46分発、出発いたしました。この先、行きは宇都宮まで、扉を開けずにそのまま、運転をさせていただきます。途中太田川、安井、久喜、知多奥田で、待ち合わせの関係で運転停車をさせていただきますけども、扉は開きませんのでご了承願います。宇都宮駅は11時51分の到着になります。宇都宮駅は11時51分の到着です。次で、折り返し12時47分の発車になりますので、その間、約1時間、撮影タイムとさせていただきます。皆様思い思いに、お時間をお過ごしいただきたいと思います。帰りは、宇都宮を12時47分に発車いたしまして、途中安井の駅13時21分着、13時33分発になりますが、安井の駅で、扉を開けさせていただいて、撮影タイムの方を設けたいと思います。安井を13時33分に出ますと、金山に14時17分の到着、金山に14時17分の到着になります。今日の、イベント列車はここで、運転が終了となります。これねあと皆様に、お願いですね。お願いがございます。運転中は、できるだけ席を立たないようにして、お楽しみいただきたいと思います。くじで決められた席ですので、皆様、それぞれくじが良かった方、悪かった方、いろいろ見えると思いますが、席の方は、立たないで、お楽しみいただきたいと思いますので、その点だけ一点お願いいたします。それでは、皆様の、一日お楽しみいただきたいと思います。次は太田川、運転停車になりますので、また、太田川に着きましたらご案内させていただきたいと思います。このセットになってて、車内で元気にしてこうやってこうやって走ることとできることとたぶん終わりますね。できたかどうかな、元気にしていただきたいと思います。車掌が回ってきたら、今ビューって すいません、失礼しました。
番で、8番でしょ。
ここで簡単に今日繋がっている7700の概要なんかをちょっと喋らせていただこうと思います。7700系は7000系の7自社を規模に、全面貫通型の増結、全面貫通型の都市、増結や自然直通のために昭和48年に作られた車です。昭和48年から作られ始めた車です。昭和58年に白体化をしまして、特急使用されてまいりました。その後平成15年3月に全ての車両が白帯を撤去されました。なので今回は6年ぶりの白帯復活となりますね。6年ぶりの白帯復活です。まあ、今後も、この白帯マイスターはしばらくの間走り続けることになりますので、また機会がありましたら何かと多分、三河線とか、あと鏡ヶ原線で運転されますので、見に行っていただければと思います。誰がおる俺、危ない。クリア、クリア。結構できる。あ、行く。あと、このね、撮っとるね、写真。あ、おら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 。おるね。写真やろ。今、堀橋の上からも多分撮っとるね、きっと。おら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 ね。多分、まあ、ちょっと向こうにもおるよ。ここにもおったね、これ。ここにもおる。あの8個ぐらいの俺よ、きっと。ほら、ほら、山の上。あ、おった、あれ山の上、ほら見て。ほら、ほら。おるねー。ちょっと2台こうつけれるやつがあるし、分からんね、あれ。で、こうやあれ、例えば、そうか、カメラとビデオとかいう人ね、おるわ、そういう人。今回は。よくないわ、あれは。なんか、今年ね、なんかこう、考えとしても、意図を、思う意図を得てなりそうな気がするしね。うちも最後だね。うん。やっぱり、あ、俺なんか、ほら。最強ですよ。今ね、3分以上に5000万円。最近、その駅のところまで言わないですよ。朝も、朝も、そこの車両しとくね。あ、俺ね、ここあちこちでやっぱり全部撮ったことあるところ、大体撮ったことこういったところかな。ほらほらほらこれ。
ほぼまだ VTR がほぼ撮れるなっちゃう。すごいですかね。終わりやっぱり少ないね、株は。ちょっとI'm going to go to the next one.
この機会を利用いたしまして皆様に少々 PR をさせていただきたいと思います。もう今日ここに来られる前に買われた方もたくさんいると思いますが、今日7月11日にありがとう名鉄創業115周年バンドさようなら7000系記念乗車券が発売されました。もう皆さんご存知のことと思いますが、この乗車券、片面には、昭和9年当時の、愛知県の、路線図の入った長官図が、載っておりまして、もう片面には、7000系の、イラストと、簡単な年表が載っております。名鉄創業115周年にちなみまして、115センチの長さがある乗車券となっております。でも皆様にとってそんなことは多分どうでもいいことだと思います。肝心なのはこの乗車券に8月30日に出演するラストランの購入するための予約券が入っているということでございます。記念乗車券は発行7000部、席は多分230席、確率論でいうと、かなり低いと思いますが、ぜひ皆さん、ラストパノラマカーにどうしても乗りたい、8月30日のラストパノラマカーにどうしても乗りたいというお客様は、駅で記念乗車券をお買い求めいただいて応募いただきたいと思います。詳細につきましては記念乗車券の方に同封されております、ご案内の方をお読みいただきまして、ご応募の方をお願いいたします。Thank you.
んね、それは。あんまり。ずるい。記念して。記念してごめん。記念したいか。切り出しばっかりしたので。なんかそれは、もう、デジタルだからできるね。でも、それでもできるらしいね。頼むか。それは自分のでできるからね。デジタルがね。ハンドウィーバーステレスとかもどんどん切り出されてくるね。そしてさ、ほらどこに入るかが分からへんから、ちょっとね、あの広めで撮って、ちっちゃめで撮ってね。だから練習の時に何回も練習してね、撮ったんだらいいけどね、あの米坂みたいな、何個もないようなところだってできるもんね。でも、人気だったらそれこそ、受け取っとくけどね。だけど、意外と、上がっちゃうこのレシーブのやつを、枠をこう、では電車まもなく出発させていただきます。立っているお客様は次の方に戻って、7700の椅子の色がこれと一緒でした。あの変えたやつもあるんですけど、それが気になって見に行ったんですけど変えたやつあるの後にいたしまして、一路宇都宮を目指して、電車を進めさせていただきます。
こでね、なんとか失敗しないか頑張られて、なんかI'm sorry.
やっぱりでもみんな向こうからですね、まあ、日の当たりは多分そういうのがいいかな。
いいんだね。これ高速だ。うん。どうだろう。もうこれ停車してね。これね。違い。停車。違い。Thank you.
だから、そうだから、ベンバターの人とバター切られてたらそれでいっぱい。なるほど。ここ車止まってたよ。思ったね。うん。ねえ、うわ。Thank you.
北奥田の駅を出発いたしました。あと5分ほどで宇都宮の駅に到着となります。宇都宮駅でのご案内を少々させていただきます。まず行きと帰りは同じ席になりますので、お手荷物等はお受け入れいただいても結構でございますが、貴重品等は自己管理でお願いいたします。あと本日この電車2番線に到着の予定でございますが、1番線、2番線は、イベント列車のお客様専用ホームと、この時間だけさせていただきます。3番線、4番線、もしくは改札の外に出られるお客様は、途中係員が、踊り場のところにおりますので、踊り場の係員に、お手持ちのワンデーフリーキットを、見せて出入りの方をお願いいたします。あと、本日、同じく階段の踊り場のところで、物販の方、行わせていただきますので、ぜひ、この機会にまだいろいろお持ちでないグッズがございましたら、一度見学の方、していただきたいと思います。
はい、まもなく宇都宮に到着いたします。まもなく宇都宮です。折り返し金山駅の発車時間は12時47分となります。12時47分です。もうそういう時はいいけど、まだ寝ようないですよ。上の方はじゃあ、はい、失礼しました。宇都宮の発車時間、12時47分になります。宇都宮の発車時間は12時47分です。この時間までに、戻ってきていただきまして、電車の方にご乗車いただきますようにお願いいたします。はい、ではお出口は左側になります。お出口左側です。